こんにちは。今日は文字起こしということで、音声を、まあ音声なり動画をテキストにするツールを3つちょっとご紹介しつつ比較していこうかなと思います。まあ、例えばこういった YouTube で撮った動画なんかで、ね、なんかあったり、オンラインセミナーの動画を今テキストに変えることができます。もちろん一発でそれを使えるってわけではなくて、それを手直ししていく必要はあるんですけども、 まあ今はその技術っていうのは非常に優れていますので、まあ、それを使わないではないかなと思っておりますで。ちょっと今日3つご紹介しようかと思うんですけど、この画面を切り替えて、まずはここから行きましょうかこの。これドロップボックスなんですよ。ドロップボックスでドロップボックス上に動画をアップすると、<や>まあこんな感じで、こんな感じで、 動画,の動画を見ることができて、これを共有したりっていうのもできるんですよ。で、これで、まあ、有料プランであれば、このトランススクリプトっていう機能ができて、で、ここにアップしておく、ドロップボックスにアップしておけば、こんな感じでテキストにしてくれるんです。で、これがこれをここで、こんな感じでコピーにして、コピーにして、例えばどっかに貼り付けることができると。 でちょっと貼り付けてみます。でこの貼り付けたもの、今はどんどん比較するために Excel に貼り付けましたけども、こんな感じで文章にできるわけですよね。これを加工していくとな、何かこれを基本にしたりっていうのもできますし、もしくはこれを何か別の媒体にアップするっていうこともできたりはします。 で、私は実際これでこういった形で本を書いてます。まあ、私が使ってるのはちょっと別のツールではあるんですけど、この後にお伝えするツールではあるんですけど、こういうふうにできます。で、YouTube もアップして、これ YouTube たま、ちょっとアップしてみたんですけど、この下の方に文字起こしっていうのがあるんですよ。で、文字起こしをこうやってやる。クリックすると、こんな感じで出てきます。で、これもちょっとコピー。 これは、そうなんですよね、コピーがなかなかうまくいかないんで、選択して、シフトキーを押しながらクリックするとこんな感じで、できますんで、またちょっとこっちに貼り付けておきます。貼り付けておくと。で、もう一つは私がメインで使っているものなんですけど、Adobe の Premier Pro っていうソフトがあって、 それをちょっと文字起こししたものがあらかじめ文字起こししたものがありますのでそれをお見せするとこんな感じですね、まあ、これも文字起こしっていうのをやるとこんな感じで文字起こしていう機能をする使うとアップできあテキストにできます でこれでテキストファイルに書き出しでちょっとやってみますか。通常はちょっとこの癖があってですね。癖があって CSV で出した方が実際は良かったです。まあこんな感じですよね。この、こういうのが入っちゃうんですよ。で、これを消すために CSV で書き出した方がデータの加工はしやすいんですけど、ちょっと今は 3つの比較っていうところで、この、エクセルにこうやって貼り付けてみました。で、精度はどうかっていうところですよね。このタ、タイムコードっていう、この時間が入るっていうのは、YouTube も入るんですけど、ちょっと後で取り除かなきゃいけないんで、もっとめんどくさいところではあるんですが、どれが精度が高いか。この Dropbox の方は、これ、 厳密に見ると、このこんにちはのこことうの間にスペースが入ってるんですよ。で、これをざまずザクッと消さなきゃいけなくて、まあそういうのは、この痴漢で別に消せるんで、半角スペースを何もないように消すっていうので、これでちょっと時間かかるかもですけど、痴漢をすればいいかなっていうのがあるんです。で、13,295件。 で、そうすると問題はないんで、まあそこはいいかなってとこあるんですけど、この中の精度で言うと、まあちょっと、ちょっとずつ違いますよね。でそれはその時次第でもあって、まああんまりその音質とかは関係ないかなと思うんですけど、まあ喋りの滑舌 <laughs>、うん、がいいかとか、まあそういうところもあるでしょうし、まあ私みたいにこう低い声だと認識しづらいとか、まああるのかもしれないです。 だからまあこんな感じで、こっちのプレミアプロは丸がついてますよね。ある程度丸をつけてくれてて、私の感覚的には精度が最も高いのはアドビかなっていうのはありますね。まあでも修正するんだったらどっちみち一緒かなっていうのはあるんですけど、あ今はアドビ使っただ有料ではあるんで、アドビプレミアプロでこれだけ契約するとしても年間1万円ぐらいかかるんで、 でまあ、動画の編集するんだったらそれでもいいかなっていうのがあるんですけどで私は写真を編集できるプレミアプレミアのフォトショップですとかイラストを作るイラストレーターとかそういうのと全部一緒で年間4万円ほどで契約してるんで、まあ、その中でこのプレミアプロっていうのを使っていてこの YouTube の編集でも 毎日使ってるんで、全然元は取れてて、その元が取れてる中で、これを使うんで、まあいいかなというのがあって。で、だから私も、この YouTube、YouTube は別に有料にしてたりとか、YouTube をやってなきゃいけないとかっていうわけじゃなくて、まあご自身のチャンネルを作って、そこにアップロードして、これ非公開のものでも、こうやって文字起こしができるんで、さっきの動画って、これ、今回文字起こししたのは、セミナー動画なんですよ。セミナー動画なんで、 そ,のそれをアップしそれを非公開でアップしてテキストにできるんで、まあ、これは誰でもできるってものなんですよね。無料でいろいろできるんででドロップボックスはもし有料でお使いの方であればそのまま使えるということにはなりますんで、まあ、有料で使わないと無料だと2ギガなんで動画をアップしたらもうそれだけで使えなくなっちゃうみたいなのがあるんで、うん、まあ実質的に有料になるかなと思います。 そうするとこうやって丸はついてないんですけど丸はつかないですよねこっちもつかないですよね丸と言いますか文字の区切りっていうのがつかないんでただまあそれが的確かどうかっていうとまあまあ的確でもありますよねまあないとこもありますねないとこもあってうんこの辺はちゃんとな でパッと見た感じ、文字として整う。まあ、でも、どっちも修正するから、この程度、<laughs> 誤差といえば誤差なんですけど。で、これをテキストにしていくのに、おすすめの方法は、元の動画を再生しながらっていうのが、で、ちょっと止めながらっていうのが、なんだかんだ早いですね。そ,それでバーってやっていった方が早かったりもするんで。で、そうすると、動画が2時間だと、2時間。 その修正にかかるわけで、すすよねやっぱそれぐらいいははかかるかるなっていうのはありますで2倍速1.5倍速にすればいいかっていうと、まあ、なかなかそれも難しくて、1倍速でももっと考えながらとかこの修正していくのって追いつかない場合もあったりもするんで、まあ、なんだかんだ私1倍速、まあ、ちょっと頑張って1.5倍速とかでやってはいます。で、あとはこの,この分かりやすい、これチャット g p t っていうのってこの3つとも 三つともこういう感じでチャットと GPT ということになってますけど、こういうのがあったら全部さっきの痴漢っていうので、まあ、カタカナのチャット、GPT っていうものがあったら全部アルファベットでチャット GPT に痴漢するっていうことができたりもします。まあ、そういう痴漢をうまく使うといいかなっていうのがあって、この仮面、画面っていうのがここ仮面になってますよね、ドロップボックスは。こっちは一応画面になってて、まあ、ドロップボックスが一番精度低いかなと思います。 <laughs> パ,ッパッと見た感じですね。ちょっと低いかなっていうのがあって、まあ、画面、画面っていうのを画面にしたりとかでもいいかなと思うんですけど、それぞれこれ使っているその音声認識っていうのは違うはずなんですよね。これは Google でしょしこれは Adobe で、これは Dropbox 独自なのかな、独自か何か別の汎用的なものを使ってるかなというのがあって、私はその AI の 音声認識というので見ていて、やっぱアドビちょっと優れてるかなっていう気はしますよね。Google とかより。で、Google も、Google は Google ドキュメントで、この喋りながらテキストにするっていうのを、まあ、結構使ってた時期があったんですけど、今は、じゃあその内容でセミナーをやってなり、動画を撮って、それをテキストにする方がああ、なんか早かったりしますね。でこの 話し言葉を書き言葉に変えなきゃいけないというのがあって、この使い方ですよねとか、書いているんでとかっていう、こういうのを書き言葉に変えなきゃいけないということは変えなきゃいけないわけなんですけど、この音声認識入力で書くと、書き言葉で話さなきゃいけないんですよ。話さなきゃいけないんですよってこういうふうに言わなくて、話さなければいけません。で、しかしながら、みたいな感じで、 書き言葉で話すんで、まあ、ちょっと話しにくいというのがあって、まあ、そこは私はいろいろ鍛錬して、鍛えてできるようにはなりましたけども、まあ、それよりもこの普通に話して、それをテキスト化して、編集するときに修正した方が私は楽かなというので、今そんな形にしています。で、この時間ですよね、時間とかこの不明とかっていうのを消すのに、 これ痴漢で一応できないことはないんですけど、痴漢だとちょっと手間かかるところもあって、私はここから出すときに書き出して CSV ファイルに書き出してます。CSV に書き出すと何がいいかというと、この時間のタイムコードと本文が CSV だとこういう感じで普通に開くと 文字化けするんですよね。普通に開くと文字化けするんで、このデータのこの CSV からにして、これで CSV でこうやって、で、コンマ、コンマで区切るっていうところにするとこうやって区切られるんで、まあ、これで読み込むと。読み込むとこんな感じになるんで、ここをぐさって切って、 削除すれば OK ですよね。で、あと、一行空いちゃうんですけど、こういうのも空白で空白セルをこうやって出して、まあこれを削除すればいいと。削除すればこれ、これで、こんな感じででき,できるって感じですよね。で、あとはこれを実際に、この、 今はちょっと比較のために Excel、比較なり加工のために Excel にしましたけど、こんな感じでテキストのソフトでこういうふうにしてます。これはあれです。ビジュアル、ビジュアスタジオコードと VS コードというものであって、で、ここがちょっと折り返しにして、私はまず、この痴漢って結構使うんですけど、 これで、丸、丸を、丸をちょっと検索して、で、丸と、あとは、の、丸のところに海洋を入れるみたいなのをやってます。で、この海洋、海洋のキーがこういうものなんで、ね、この正規表現は、 うん、なってますね。ここをちょっとチェック入れて、正規表現というのを使うんですけど、これで、こうやって、マックじゃなくて、これの場合は、コントロールオールドエンターですね。まあ、これをクリックします。こうすると一括して、この丸のところを、丸を丸プラス開業に変えることができるんで,で、これでちょっとだいぶ進みますよね。こう見ると、 プレミアプロだと、まあまあ、こう、文章になってるかなーっていうところあるんです。あとはこの痴漢をうまく使いながら、あらかた整えて、で、あとはちょっとずつ見ているって感じですね。で、聞きながらやるときもありますけど、そのままやったりみたいなところもあります。この辺、この辺の相続税の納税義務について、専門家で述べ4割。 ちょっとこの辺、この辺、延べ、これ述べよかなと思いますよね。延べよ。まあ、これチャット GPT にこういうことを入れるっていうので、述べよ、述べよのとこが4割ってなんか聞き、間違えられてる感じですかね。この美味しい文章って何だろうとて思いますよね。なんか、こういうのがあるんで、もうなんかわかんないところはもうズバッと削って、で、まあ、そこで また新たに書き出すっていうのもいいかなと思います。あと、この Google Chrome っていうのが全部大文字になってるんで、こういうのをう頭だけ G と Google の G と Chrome の C だけ大文字にするとか、なんかそういうことも変えたりとか、そういうのも全部痴漢でできるんで、の音声認識でその癖があるんですよ。こういうふうに認識してしまうっていうのがあるんで、まあ、それを そこをちょっとずつ修正していくというような感じではありますね。まあこの、こういうフリー、フリーっていうのも、私がここで話しているのは会計ソフトのフリーのことなんで、FREE に変、換するとか、そういうことをやっています。で私、Kindle 本とかですね、本とかもこれをベースに書いていることが多いです。だから何か本を書くなり、 ということになったらそのテーーマでセミナーをさせてでも,もちろんお越しいただかないとっていうのはあるんですけどお越しいただかなくてもこうやって淡々と喋ってっていうのもありかなと思いますし YouTube にちょっとずつ出していってでそれをテキストに変換してで YouTube もまあその撮り方によるんですけど私は OBS スタジオっていうので撮ってでその YouTube の元の動画っていうのはあるんですよ。 だから元の動画をプレミアプロに入れて、で、それでテキスト変換するっていうこともできます。で、元の動画は通常はもう捨ててます。YouTube に、YouTube にちょ,ちょっと編集したものをアップして、その後は捨ててはいるんで、まあ、それを捨てないで、テキストにしてからっていうふうに、っていうこともできなくはないんで、だから日々 YouTube に <laughs> 本の1章からですね、2章、3章、4章ってどんどんアップしていって、で、そうしているうちにこういう テキストが出来上がるっていうのも、まあ、面白いかなと思ったりはしますよね。だから、ここ、ここから先を、外注とかできるかもしれませんけどね。だから、こういう、まあ、テキスト化っていうのも、私もクラウドソーシングで頼んだことはあるんですけど、うん、いや,まあやっぱり、その分野をご存知かっていうのも大事ですし、 この書き言葉っていうのも書き言葉って結構好みとか癖があるんで,で私話す時はなんか思いますとかって結構使う使うなと我ながら思うんですけど書くときは使わないんですよねあんまり思います思います書かないしこの文末を変えたいっていうのもあったりもするんでまあそのあたり基本的に話すことと書くことって一緒なんですけどちょっとニュアンスが違うところもあって あんまり硬い言葉に変えられるとちょっと嫌だなっていうのもあるんで,です、ね、そういうところ好みもあるんでやっぱり害虫は難しいかなと思ったりはするんですけどこの状態で外注するっていう手もあるんじゃないかなと思ってはいますなんか思いますって多いですよね多いな今 YouTube でも多いかなでこの話す時にえーとかあるじゃない 私はそれ消してるつもりなんですけど、まあ、ちょっと癖は私もあって、これ、これもじゃない。どっか癖があって、それがこの変換するのこの、このでとかですね。で、名詞はどういうものを使っていますかっていうのを普通で。このでとか、なんかちょっとあ,あととか、これを書く、書くときには絶対使わないんですけど、ちょこっとそういうのもあって、そういうのも、うん、テキストになっちゃいますね。で、えーとかは、 a とかはよく,よくあるっていうのもあって、結構そこは見逃してくれたりするんですよ。そういうのはう認識しないと。ええ、うん、っていうのはいらないなっていうので、このアドビも喪失なってるかなっていうところはありますね。えって。まあ、話すときに AA とかはなくした方がいいわけなんですけど、取、うん、ってくれるんで、取 <laughs> ってくれるんで、そのままでもいいって言ったら変ですけど、まあ、やっぱり話すときは a は。 なくした方がいいかなと思います A が何回あるかでそこの時間ってロスなわけですよねでこの A を消すっていう、うん、丹念っていうのは意識っていうのはやっておいても損はないかなと思っています今も思っていますって言ってますねあそうですよね読み取らこの辺の読み取られてないんでっていうのは 話し言葉なんですよね。だから読み取られてないんで、ないんでっていうのを、これをちょっとここで検索してみて、ない、読み取られていないのでですかね。で、これでちょ全部痴漢すると今24個あったんで、24個が痴漢できるっていうので、この痴漢をうまく使うと、 でも痴漢も気をつけなきゃいけないのは、あんまり短いものを痴漢してしまうと、その意図しないものも全部痴漢してしまうんで、まあ、それはこのさっきの正規表現というので、工夫することはできるんですけど、まあ、それは最終的に見直せば気づくんで、まあ、それはそれでいいかなと、思ってはいます。まあ、ざっくり。この Google カレンダーとかも痴漢したいですよね。おえーってありますね。RPA だと。 これはその A かな ?RPA だと漢字で、えー、これなんかも出すっていうので、ちょっとこの辺分かんないんですよね。これなんかも出す。Google から、ね、グルーのスプレートなんかできますかっていうのも完璧に書いてくるんです。あと言い間違いですよね。この書いてとか書いて書いてくるんですね。とか、なんか2回言っちゃうとか、ちょっと言い直してしまうとか、今回冒頭間違ってるんですよね。冒頭間違ってて <laughs> 夜、これ夜やったんですよ。夜やったんですけど、うんうん こん,ばんはこんばんは、こんにちは。なんか、こんばんはって言ったんだけど、なんか、こんばんはって私あんまり言いたくないんで、こんにちはに言い換えたのか、なんかそういう、そう、そういうところでも修正しなきゃいけないと、収録されていると、あ、こんにちは、こんばんは、今日はですね。まあ、こんにちはって言ったのを、こんばんはって言い直してるって感じ。なんかそういうところも全部入ってしまうんで、そこも修正する必要はあります。まあ、こんな感じで、まあ、これも、 セミ,ナーをセミナーをやりつつ本も出しつつっていう方じゃないと役に立たないかなと思うんですけど、まあ、まあ役に立たないかもしれませんけども、まあ、こういうのがあるからこそセミナーに挑戦して本に挑戦してみる Kindle、うん、に挑戦してみるっていうのも、まあ、私はおすすめではあります。議事録とかをこれで作るっていうのは私はいらないかなと思ってますし AI の悲しい使い方だと私は なんか、やらされ仕事みたいになので。で、ご自身で、じゃ独立後、セミナ、セミナー,ミナー、ね、打ち合わせの内容をテキストで残しておきたいっていうんであれば、全部が全部なくてもいいかなと思うんですよ。だから、ポイントポイントをその打ち合わせしながら、まあ、こうするなり、これ、もうタイピングが抵抗あるんでしたら、まあ、私も若干、まあ、タイピングよりもこっちの方がやりやすいかなっていうのはあるんで、まあ、こっちで手書きで書いて、 手書きなり iPad に書いて、タブレットに書いて、で、それをあとデジタルで残しておくみたいなのをやればいいかなと思うんです。その 2, 2時間、まあ、2時間、1時間打ち合わせをして、全部が全部一時一句取っておかなきゃいけないということはないかなと思いますし、打ち合わせって何のためにするのか、まあ、会議もそうですけど、何のためにするのかって、じゃあ、今後何をするかっていう決める、を決めるだけですよね。何をするかっていうのを決めたり、 するためにやるものですので、その決めたことだけをメモしておけばいいかなと思ってます。だからこれを議事録に使おうかなっていうものは、まあ、ちょっとまたう違うものなんで、違う方法に、方向に使った方がいいんじゃないかなと思っております。まぁ、あ、アドビとか、まあ、こういうところは、そういう意図じゃなくて、議事録にもっていう感じかもしれませんけども、そういうところで。 テキスト化のツール3つを紹介してみました。紹介比較してみました。まあ、今みたいなやつもテキストにすると全部 <laughs> 収録されてしまうんで、そのあたりも修正する必要というのはあります、はい。では今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。